はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のいろいろな数列の和丸2をお送りします。で、前回からこのタイトル始まって、で、まぁ、今回も問題演習なんですが、ちょっとね、違うタイプの問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。聞かれてる問題、次の数列の初項から N 項までの和を求めようっていうのは前回と同じなんだよね。ただやり方は全く違くって、前回の問題の特徴はホニャララかけるホニャララっていう状態で、左と右をそれぞれ考えて等比の方、まあ等差と等比の組み合わせになってたんで、等比の方の数字をかけて1個ずらすみたいなね。ぜひ何言ってんだろうって思う方はね、前回の見てもらえたらと思うんですが、で、今回は分母のとこに、まあ、ほにゃららけるほにゃららが出てるんですけど、まあ、基本的にあって分数になってる。基本的にね。で、これどうやっていくかっていうと、まず、SN とかって置くんではなくって、傾向目。ね、どっかにある。傾向目を、その K を使って置いてほしい。これ N 項目じゃなくて傾向目ね。で、やるとよくって。で、実際見てみると、あ、もうちょっとした。で、今ちょっと自分ですね、風邪をひいてて、喉がね、かすれちゃうんですけど、聞き苦しいとこあったら申し訳ないんですが、よかったらね、お付き合いください。で、傾向目を考えると、これ、2と4、まあ4と6って数字の組み合わせになってて、また、左の数字、右の数字を分けて考えていくと。で、左を見ていくと、2、4、6、8、ブラッってなってるわけだよ。で、これがどんな数字かっていうと、初項が2で、2ずつ増える等差になってるんだよね。2ずつ増える等差。だからもちろん一般項の出し方でやってもいいんですが、普通に考えていくと、2ずつ増えてるので、必ず 2K です。まあ、いつも 2N って置くんだけど、今 K でやってるからね。で、2K って置いて、その初項に合うように、プラスいくつ、マイナスいくつっていつもやるんだけど、これ、そのままだよね。K に1入れたら2、2入れたら4、3入れたら6ってなってるから、左側の数字は 2K なんです、まず。で、今度右の数字。4、6、8、ブレイってなってる数字を考えていくと、これ、初項4で2ずつ増える。等差数列なんだよね。で、2ずつ増えるから、また同じように 2K になります。ただし、初項4に合わせたいんで、1を入れた時に4になるには、あと2を足してあげないと、1入れてね。2足す2で4になって合うからさ。で、これで一般項というか、まあ、傾向目が完成します。で、あとは、全部ね、分の1がついてんで、これが、大傾向目となる。で、これちょっとまとめると、こっから2も取り出せるし、ここも2でくくり出せるので、4分の1かける K。ここから2取ったからね。で、括弧、ここからも2をくくり出したんで、K プラス1分の1と。まあ、ちょっとまとめるとこうなります。で、これがどうなるかっていうと、これちょっとこれ左側、こっちに書きやがったかな。ちょっと書き直しますね、これね。4分の1 K 括弧ちょ消したね。で、これがどうなるか、この変形が今回のね、このシリーズというかこの2問のポイントになるんですけど、これ結論から言うと、まあ4分の1はそのままで OK だと。で、この部分ね、ここどうなるか、これ K 分の1マイナスK プラス1分の1って変形することができます。この部分。こうなるんです。で、これ右側の問題でもそうなんですけど、ここの、これこっちだ。この K。まあ、K と K プラス1が組み合わせてると思って、この2つが。その K 分の1マイナス K プラス1分の1っていう状態に持ってきたいんです。で、これなんでこうなるか確認すると、これね、この部分、通分したらいい、もう一回。で、自分よく確認しますけど、そうやって。ここ通分すると、
これ文字の通分なんでね、ちょっと慣れてない子、って思うかもしんないけど、通分するでしょ。そうすると、こっち、K の方には、K プラス1が足らないんで、分子、上に K プラス1がかけられます。だから、ここね、K プラス1がかけられると。で、引くことの、こっちは、もともと K プラス1があるんで、K が足らないんだよね。だから、K をかける分、分子にも K をかけなきゃいけないんで、マイナス K となります。これ、通分するとね。で、そうすると、上の部分、K マイナス K で消えるから、これ戻るんだよね、ここにちゃんと。だから別にこの部分をこうやって変形して OK ですよって、同じもんだからね。で、今は、たまたま一致するんです。これ一致しない方が多いんですけど、これね、右でやります。一致しない方が。ただひとまずこういう変形をするんだっていうのを覚えてほしい。いいかな。こことここ2つのね、 K と K プラス1っていうパーツがあって、その左のパーツ分の1マイナス右のパーツ分の1みたいなやりたいね、仕組みとしては。あ、もちろんね、違うパターンというか違う形で出されることもありますけど、まあ、一番オーソドックスなんで、これをまず覚えておきましょう。で、ここまで出したら、ここから和出していきます。で、これどうやるかっていうとね、これもちょっと変わったやり方なんですけど、まあ、和 SN イコール、結局、傾向目がこういう風になってる。まあ一般項ではないですけど、まあ、こういう形で表されるっていうのが分かったんで、第1項目、初項っていうのはもちろん K に1を入れたもの。2を入れて、第2項目は K に2を入れたもの。1を入れて、2を入れて、3を入れて、ドゥラーってやって、N 項。だから N を入れるとこまで足したものが、和なんだよね。1から N までだからさ。で、それをね、書き出すの、全部。で、結局、1を入れても2を入れても、4分の1は共通してるんで、まず4分の1をね、くくり出しちゃいます。こうやって。で、1を入れたとき、これは1マイナス1を入れるから、2分の1なんでしょ？で、結局、和を出したいから、足すことの次2を入れたときです。で、2分の1引く3分の1で、こんなん全部書いてたら日が暮れるでしょ。で、これね、書く数って、まあ、問題でちょっと変わったりはするんですが、基本的に22で書きます。これは22。前回のタイプの問題は俺よく32で書くっていう話をしましたけど、何が22かって最初2個書くんです。で、足す、もう点々点で、そこから点々点足すで、後ろも2個分書きます、俺は。で、これね、一番後ろからやった方が分かりやすいです、基本的に。で、最後は N 番目だから、N 項だからね。だから、ここの K に N を入れるんで、N 分の1マイナス、N 足す1分の1です。で、1個前は、N マイナス1項目なんで、K のとこに N マイナス1を入れます。ちょっと狭かったね。マイナス、入れると N 分の1とこうなる。だから結局和っていうのは、まあ、4分の1は共通してるんで全部くくり出しちゃいましたけど、1を入れて2を入れて3を入れて点点点点 N マイナス1を入れて N まで入れた、これを計算すれば OK じゃんっていう。いや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 、計算できねえだろうって感じもするんですけど、これうまくできててね、消えるんだわ。マイナス2分の1とプラス2分の1だから消えるので、これ最初もし不安だったらいっぱい書いてみるといい。例えば今22しか書いてないけど、44とかで書いてごらん。ちょっとめんどくさいけど一回確認するとしっくりくるから。これ次のここ3分の1出てくる、全部消えるんだよ、こうやって。で、ここも N 分の1とマイナス N 分の1で消えるし、もちろんこいつも1個前ので消えてくれる。だから残るのが1とマイナス N プラス1分の1しか残らないんです。これうまくできてんだ、これね。つまり4分の1忘れずに書いて、1マイナス、もうね、こんな長かったのがこれしか残らない。で、括弧の中通分すると、1を N プラス1分の N プラス1。で、分母と分子同じやからね。って考えれば、この中身が N プラス1分の N になります。で、それに4をかけてあげればいいから、4括弧 N プラス1分の N と、これが答えという感じになります。
前回よりやりやすいでしょ。ちょっと角度めんどくさいけどね、綺麗に消えてくれるんで、まあ、こんな感じです。で、ちょっと合ってると思うけど、一応焦点ちょっともう一回直していいですか、ごめんね。で、と2番も同じようにやっていくと、まず第傾向目を調べなきゃいけないので、ごめんね、第傾向はまたね、左下、まあ左の数字と右の数字でいいか、まず左から調べると147ってなってるので、3ずつ増えてる。で、初項1だよね。だから3ずつ増えてるんで、 3K で初項が1になるためには2を引いてあげれば、1を入れた時にこれが1になるからね、で一致するからこれでいいと。で、右の数字4710を調べていくと、これも3ずつ増えてるんで 3K で初項が4に合わせるには1を足してあげればこうなるので、まあこれで OK だと。で、分の1になります。で、これはさっきみたいに、まあ、2をくくり合わせるところがないので、まあ、このまま考えていく。で、結局、この4分の1がない状態。ここだね。こういう感じで分解したいので、これ右側、いや、入んねえな。こっち行こう。結局ね、左側のパーツ、分の1引く、右側のパーツ、分の1ってこう変形したいの。でもさっき言ったみたいに、通分した時に綺麗に戻るとは限らないんです。だから必ずこれをやった後に通分してごらん。そしたら、ね、余計な数字が出てくるから、基本的に。で、それで通分してみると、消しちゃ、消さなくていいか。通分すると、ちょっと前書くからね。で、分母がこうやって通分でくっつくと。で、こっちの部分には 3K プラス1がないんだよね。だから分母と分子に 3K プラス1両方かけた状態になるから、1に 3K プラス1をかけるから、そのままこれが来ると。で、引くことのこっちは 3K マイナス2がいないので、それを余計にかける、こうやってね。で、これ計算すると分母はもちろんそのまんまなんだけど、これ展開しなくていいからね、そうすると分かんなくなっちゃうんで。で、分子は 3K 消えるんだけど、3が出てくるんだよね。1じゃなくて3が。ってことは、これ戻しちゃうと、こうなっちゃう。これにちゃんとなってないんだよね。戻らない。でも、これを使いたいからどうするかっていうと、3が邪魔なので、ここに、ギリギリ入ってんだよね。戻すために、3分の1をかけてあげればいい。そうすれば、これに3分の1をかけることで、1になるから。これに戻れるんだよね。つまり何が言いたいかって、これはこうして3分の1をつける必要が出てくるの。これがよく出てくる変形。1にならないんだ普通は。まあなる問題あえて入れたんですけど、今回はね。こうやって変形してください。通分した時に余計な数字が出てくる、それを打ち消すために分数を入れてあげるの。いいかな。で、入らなくなったんでちょっと消しますね。残したかったんですけど、よいしょよいしょ、ちょっとお待ちください。で、こうなったので、あとは同じです。こうやって書き出していきます。は、SN はごめんね、3分の1で、同じように1から入れていきます。で、1を入れると、ここ1か、マイナス4分の1足す2を入れると、3、2が6、4分のか。間違った。4分の1引く、7分の1足すと、点点点。まあ基本的に2、2でやるので、ね、自分はね。ただ問題によっては、ちょっとね、飛ばしたところでこう切る場合もあるんで、ちょっと変わってくるんですけど、まあひとまず2、2って覚えておくといいかなと。これだと入んないね。ちょっともうちょっと左からと。で、後ろも2個分ひとまず書きます、自分はね。で、最後は N を入れた時なので、
3n-2 分の1引く、はい、入らない、 3n+1 分の1と。で、1個前は n-1、 まあ消えるとこ分かってるんでね、まあ面倒くさかったらどうせ消えるからいいやって思ってもいいんですけど、まあ一応今書きましょうか。 n-1 入れると 3n-5 かな、分の1引く 3n-2 分の1とこうなります。1、2…n-1、n まで全部足したものだと、 sn はね。で、見てわかるように4分の1はここ一緒、プラスとマイナスあるから消える、ないけど7分の1も消えます、ちゃんと次出てくるからね。で、後ろも確認するとこことここちゃんと消えてる、もちろんここも順番で消えていく。つまり残ったのは1とマイナス 3n+1 分の1しか残ってないので、イコール、忘れずにね、3分の1つけて 1-3n+1 分の1とすると。で、この括弧の中身通分すると1が 3n+1 分の 3n+1 となるので、上が 1-1 で消えるんだよね。で、 3n しか残らないんで、一応書こうか、こうなります、この中身がね。で、3でこう約分すると 3n+1 分の n と、これで終了となります。いいかな。まあ、もしちょっと不安だったりしたら、例えばこっち n に1入れてみます。そうすると1入れると8分の1になるのかな。で、1入れた時8分の1になってるよね。で、まあ、ちょっとめんどくさいですけど、2を入れてみて、2を入れた数字がこの2つを足したものに一致してれば、もちろんそれは正解なので、まあ、そうやって確認してもいい、時間が余ってるんだったらね。まあ、ひとまず解き方に関してはこんな感じになりますので、ぜひね、やってみてください。では、今回は高校数学数 B のいろいろな数列の和丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一個このタイトル続きますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。